で、はい、はい、片付けに移りたいと思いますので軽くはい、じゃあ本当は地元お疲れ様でした。いいとこ取り始まるよ。光る和紙写真展、イエーイ。最終日、ありがとうございます。いやそうですね、もうあっという間、本当にあっという間でしたね。もう一瞬やっぱ疲れましたか？めっちゃ疲れてるやっぱ毎朝ね、なんか通勤じゃないけど大変な感じはありましたけど、もうみんながなんか喜んでくれるからテンション上がって話しまくるからなおさら疲れちゃって、今回の写真展の特徴は何といっても全て一枚一枚手すきの烏山和紙にプリントしているということ、そして内側から光を当てることによって、和紙に光を透過させて写真を見てもらう特徴があります。日本ではもうまずない、日本初の試みとなりますので。でツイッター上げてるんですよ、子供がツイッター上げてて、でそれができたんで、あれ どこ行ってたんだって言ったら、ここだよって言うんで、親子で嬉しいですね。NHK の放送を見た引きこもりのお子さんがいて、その引きこもりのお子さんは小学5年生ぐらいで、ちょっと精神をちょっと今病んでいるっていう状況の中で、僕の光る和紙写真展を NHK で見た。でその子の表情がすごく明るくなって、喜んで映像を見てたっていうのをお母さんが見てて、次の日本来病院に連れて行く予定だったんですけど、病院行く前にその NHK で映ってたこの会場にその子を連れてきてくれたんですね。でその子は普段はもう笑うっていうこととか何か欲しいっていうこともないような、そういう暗い感じの状態であったにもかかわらず、ここに来た時にもう本当に目を輝かせて、嬉しそうに色が変わる瞬間にわーって言ったり、なんかそれをお母さんが遠くから見てて本当に涙を流して喜んでくれてました。はい、はい、ね、あっという間3週間か。そう、いやもうね、すっごいあっという間だったっていうのが、うん、まあ、一つの感想なんですけど、うん、まあ本当スタートしてからね、開催するまではちょいちょい長く感じたりもしましたけど、まあ本当クラウドファンディングから始まり、これをやるって始まるところと思うと、本当にこうやって形になったっていうのはね、素晴らしいなと思います。誇りに思います。まあ、これからも楽しみだなっていうふうに思いました。いやーなんかそうですね。いざもう17時で終わったってなると、やっぱ寂しさありますね。まあ、努力によればね、うん、もっとたくさんの人に見てもらえたのになっていう気持ちもあるし、まあ、やっぱり感謝ですね。本当にいろんな方がまあ応援してくれたし、融通を聞かせてくれたし、で本当に遠くからも時間や労力をかけて、てくれたっていうことがね、本当に何よりも感謝ですね、はい、ここからやっぱりやって気づいたことめっちゃあります、うん、めっちゃいろんなご意見いただいたし、こんなことできるんじゃないっていうのもいただいたので、まあ、その一つ一つをね、まず受け止めてよりよく2回目以降やっていく。日本の和紙、そしてまあ烏山の和紙、うんっていうのをね、まず広めたいと、そうですいう思いから始まって、はい、いろいろこう試行錯誤で、うんうん、ここに至ったと。はい、じゃあ第1回目の光る和紙写真展
疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたの楽しみということで、またね、ありがとうございます。